何者だ。出番だ。侵入者か。おとなしくしろ。笑わせるな。悪くない。ああ。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつか。見た目がいいから許す。大丈夫。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上いいな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ。あ、高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。食事だ。
任せた。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬、マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーだまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。こっちのセリフだ。相手は一人。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せて。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔法をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔法の正体を知ってるか。魔法はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。へー、星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。
こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。一定間消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。そうそう、その感じ。さすが元パイラー。まず次この調子でいこう。クラウド、いい。なんとかここまで来れた。爆破ポイントを見て。あれは通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力ともに桁違いだ。舐めてかかると死ぬぞ。魔法の方が効くはずだ。隙を狙って決めていけ。ここが魔航路の中心。
あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。近いぞ。魔鋼を振り返るぜ。できたぜ。おじけづいたか。あるか。長年の夢が叶う喜びだ。エスコートはここで行きます。出しゃばっちゃったね。そっちじゃない。はしごで降りて。すぐに魔鋼炉が吸い上げるぞ。いよいよだぜ。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。結構へばってんじゃねえか？大丈夫かよ？
げ急げ急げと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったよ。